はい、こんにちは、まめと申します。いじめっ子虐殺ゲーム2実況プレイ続きからやっていきたいと思います。よく見たらタイトルのなこちゃんめっちゃセクシーなんだけど。っていうことで続きから、すぐにゲームを始めるってなんだろう。まあ、いいか、続きからでいいのかな。はい、ということでサバイバルが始まりました。誰か一緒に連れていく的なそんな感じなのかな。イライラするわ。イライラされてる。どうしたの？お腹が痛い。女の子の日が始まったみたい。うわー、キャンプでそれはめちゃくちゃ辛い。イライラする。わかる。生理用ナプキンがあれば助けられるかもしれない。っていうことは探してくればいいのかな。はい。どうした？怪我してるの？うるさいわね。私を一番に助けなさいよ。松葉杖があれば歩けるようになるかも。それぞれ欲しいものがみんなあるんですね。ここのご飯は臭い飯ばっかりね。何か甘い香りの果物が食べたいわ。何かフルーツをあげれば喜ぶかも。なるほど。寒いよ。肌がチクチク痛むよ。大丈夫？何かコートとかないのかな。何月なんだろうね。コート的な衣類があれば助かるかもしれない。これは中にあるのかな。これゴミ箱でしょ。私のご飯が捨てられたゴミ箱。先生のところに行ってみる？先生のところなんか豪華なんだけど、めっちゃ。美味しそうな料理、食べていいですか？お願いお願い先生、食べたい。あ、強い武器や防具を作って、役に立つ道具を作って何か食べ物をください！先生、食料を分けてやってもいいが、ただでは譲れん。それなりの代償。一回やってみる？やりましょうか。はい。やーめぴー。マジで言ってる？マジで先生朝なんですけど。まあ、いっか。やってみるか。はい。コップがなくて困っていたんだ。あ、入れさせるってそういうことか。ちょっともう、豆おばさん卑猥だからさ、ほんとごめん。待って、先生は私の水筒に水を入れて飲んだ？先生の水分が回復した？携帯食料手に入れた。なるほど、なるほど。こうやって、道具を作ってください。道具を作るための材料を持ってないよな。じゃあ、そういうのを集めてくればいいんですね。そして、まあいいか。とりあえず外に出てみましょう。植物や動物が潜んでいる。調理すれば食べられそうだ。人の気配もする。誰かが助けを呼んでいるか。待って、なんかさ、時間進んでんだけど。役に立つかもしれないサバイバルの知識に、生で食べれないもの、ヘビ、カエル、ナタ豆ってなんだろうね。山菜も生ダメなんだ。焼いたり毒抜きすれば食べられる。わらびを手に入れた。じゃあこれは温めて食べればいいのかな。なんかいいんだけど。亀いいんだけど亀かな、わかんない。めっちゃトゲトゲしてたんだけど。毒の沼ですか？これ大丈夫？入って絶対大丈夫ないよね。あ、入れなかった、そもそも。動物の死体が入っているので水が腐っていて飲めない。なるほど、なるほど。鍵がかかっていて開かない。窓から中の様子が見える。高速具やベッドがなら置いてある。家具は新しい。最近まで人が住んでいた気配がする。奥に部屋があるが扉が閉まっていて見えない。もしかしたら中に誰かいるのかもしれない。拘束されちゃうよ。奴隷扱いにされちゃうよ。なんだろうこれ。アロエ？センちゃんならこの草をカッターで、切り裂いて近道ができそうっていうことは女の子用品をあげればいいんですね。これ当たったらどうなるか試していいですか？猫ちゃん連打して敵を攻撃しよう。やだー、猫攻撃したくない。猫ちゃんはペットにしたかったのに。やばい、迷路じゃん。私、迷路すごい迷子になっちゃうんだよね。ここさ、センちゃんワールドだね、完全に。っていうことは、迷路に入る前に、道具を何か調達してこないとダメだよね。センちゃんに一緒についてきてもらってって感じだよね。っていうことは、こっち側行くか。なんかさ、上にあったよね、ここの。まあ、動物は、戦うことになっちゃうので、極力触れないようにしていきたいと思います。ほらほらほら、洞窟があんだよね。一人で行っていいの？行くか。洞窟の中は暗くて進むことができない。何かランタンのような明かりがあれば進むことができるかもしれない。やっぱりじゃあまず誰かに何かを与えないと先に進めない感じなのかな。まあいいや、こっち側特に障害物もないので進んでいきましょう。猫ちゃんがいる。猫待って、私さこう進んできたはいいんだけどさ帰れなくなっちゃうよ待って、これ一周ぐるって回ってるだけでしたやばいよ。行きはよいよい、帰りは怖いですよ。ああ、そこでパワーを貯めて敵を攻撃しよう。パワーが出てない。こういうことか。素手で倒したの？体力が20減った。絶対カメつきガメっぽいよね、今の強いな、こちゃん。噛まれたら離さないカメですよ、あれは。あそこなんかさ、食べれそうな山菜ない？これなんだろう。行き止まりだったちょっと待って、本当に私多分すっごいお迷子になるのでカットを駆使しながら迷路を進みたいと思います。いやー、あ、なんか落ちてんだけど。北北西には洞窟があるって、さっき言った洞窟だよね、多分。昔炭鉱があったため跡地が洞窟になっている。労働者はみんな発展した隣町に引っ越したので今はもう炭鉱は使われていない。洞窟をずっとたどっていくと隣町のバーベキュー広場に抜けるようになっている。中は迷宮のようになっているが、網戸のようになっているが、バーベキューの匂いをたどっていけば隣町に抜けられるかもしれない。豆おばさん両鼻今詰まってんですけど大丈夫？多分ね、匂わないよかおりちゃんが臭い臭い言ってるのも全然わからないですからね。ラッカちゃんならハンマーに壊せるの？ラッカちゃん綱渡りもできてハンマーでも壊せてってなんかすごいんだけど、何を目指してるんでしょうね、彼女は。っていうことでまあいいや。待って、ハンマーないとさ向こうのあれ通れないよね。三つ葉みたいなのがあるとこ通れないね。じゃあちょっと一旦みんながいる広場に戻りたいと思います。猫ちゃんとかお酒ながらこっち側だよね、帰り。ああどんくさい豆さん、本当にダメですね。もうほんとね、どんくさいんですよ。足も遅いし連打も遅いしみたいなあ、待って、迷子になった。ちょっとカットして戻りますね。カット。はい、キャンプにグンナイ。あ、待って、一日待ってそうやって一日終わっていくの？やばい気がする。何もしないまま一日終わっちゃった。セーブ分けよっかね。さすがにまずい。何もしないまま終わっちゃったから。どこに行けばいいんだろうね。そしてせんちゃん大丈夫？一日何もつけないままさお腹が痛い何もつけないままいたんだけど大丈夫でしょうか。バスが横転している。もう動かせそうにない。バスの中にさ他に何かないのかな。情けだね。っていうことであとはこっちしか行けないよね今日こそ何か収穫を得ないとまずいぞ。男子トイレ、女子トイレ、ここにあるんじゃない？そういうことトイレがあるわけじゃなくて、なるほど。もう開放的なねトイレですね、完全に。どうしよう。みんなの欲しいものってどうやって調達するんだろう。待って、そういえばさ、食べるものがさ、なんだっけ、火打ち石、ナイフ。待って、こういうのってさ、装備できるのかな。あ、できる。ナイフ。他はないですね。謎のブレスレットまだはめてるよ。爆発するんじゃないっけ、これって。なんか悪いことしたら。何か強い武器。材料か。ほい。これ勝手に料理できないの？できないか。資材だ。資材だ。先生の部屋だけめっちゃさ、食べ物いっぱいあってずるいんだけど。何か食べ物ください。携帯食料持てるじゃないか、それを食べなさい。そうだね。まだ食べてないもんね。こっちがいけないのかな？川魚が泳いでいる。何か罠を仕掛ければ捕らえられるかもしれない。どうしよう。待って、どうしたらいいんだろう。やっぱりじゃあこん中を進まないといけないんだけど、道具がないランタンがないから進めないし。うるさいわね。松葉杖。私は一ここのご飯何か甘い香りの果物が食べたいわ。ちょっとねカットしながら何かないか探ってきますねはい。人の気配もする誰か助け、あ、そっかそっかそっか、なんだっけ、キサキちゃんとかさ、他にいない子いるよね。はい。ランタンがないといけない。そうだ、こっちが私全く進んでないわ。こっちが行きましょう、今日は。左手に手をついて、いや、そんなことしてって、進めるよね。いいよね。まあいいや。今回は下を目指していこうかな。一番下にたどり着きたいと思います。でも、コマンドを入力して。上、下、横、ひねり。ちょっともう、何言ってるか、もう日本語不自由で本当にごめんなさい。とりあえず一番下を目指していきたいと思います。何かあるでしょう。何か。そして、いなくなった子たちを、あ、待って、メモが落ちている。これは、集めていきたい。ほい。東北東には大きな崖がある。崖には鶴が茂っており、子供たちが登り降りして遊んでいた。右上の方ってこと?だが、転落事故があってから進入禁止になってしまった。昔は鶴を渡って一気に山を降りた子供もいたらしい。体重が軽い子供だから鶴が切れずに渡れたのかもしれない。なるほど。カコちゃんを連れてこいってことですね。はあ、でも、待って、それぞれに欲しいものがね、みんなあって、それをね、渡さないとついてきてくれないから、あれ?これって今読んだメモと違うメモだよね。南南東には深い森がある。南南東。今私がちょうど行こうとしてるところかな。昔は子供たちがよく森へ遊びに行ったものだ。だが、遭難事故があってからは森は侵入禁止になってしまった。森をずっと下っていけば山を降りることができるらしい。方向がわかる正確なコンパスがあれば迷わず森を抜け、山を降りることができるかもしれない。あ、さしこちゃんでしたっけ?確か私コンパス持ってるチクチクみたいな感じに言ってた気がするので、みんなのそれぞれ欲しいものが、ここを探さないと、探してあるものなのかな?あるものだよね。時間がやばいんだけど、どんどん。何時までに戻ったらいいとかあるのかな?まあいいや。とりあえず、カットも交え、あ、三つ葉、昨日言ってた。ナタ豆!これか!焼いて食べなきゃいけない的な、これですね、多分。っていうことで、カットを交えながら行きたいと思います。何かあるまでカット。見っけた、なんか。なんだ?わらびを手に入れた。ここさ、めっちゃ動物が多いからさ、なんかさ、隠してそうじゃない？待って、行き止まりじゃん？ちょっと待って。隠して何もなかったですね。はい。ということで、また何かあるまでカット多様で申し訳。ぐるぐる回ってる。ん？なんだあれ。蛇みたいなのいるけど、どうやって行ったらいいんだろう。いけるかなこっから。待って、めっちゃメモ落ちてんだけど。読んだこれ。トロッコがある。はい、北北東。昔鉱山で金が取れたため、出稼ぎに労働者がたくさんいたが、今は捨てれてしまった。金代ちゃんここにいるんじゃない？当時使っていたトロッコは隣町まで繋がっているらしい。今は、もうトロッコは錆びついていて使い物にはならないだろう。鋭利な刃物で錆を落とせばまだ使えるかもしれない。カッターを確かさ、金代ちゃんじゃない。なんだっけ、センちゃんが持ってたよね。あ、これは見ましたね。さっきの蛇みたいなのがいるところに行きたいんだけど、どうやって行ったらいいのかなこうやって行けるもんなのかな。来れた。ほい。蛇を手に入れた本当に蛇だった。こんな感じで、多分資材を集めていけってことなんでしょうね。でもさ、何時までに帰んないととかあるのかな?勝手に帰ってくれるのかな私、まあ、限界までちょっと行ってみましょうか。はい。だって、私、もう結構さ、あ、待って、カエルいるんだけど。カエルいるね。でも、待って。ちょっと待って。こう。パワーを貯めて。そい！オッケー。体力がどんどん減っていきますね。カエルのために金はなる。カエルを手に入れた。どうしようかな。下に行こうかな。上に行こうかな。あ、メモがあります。東南東の湖にボートが止めてある。昔住んでいた金持ちがボートで町まで出かけるため道楽で購入したものである。だがダム開発で村が沈むことになり、金持ちはボートを放置して引っ越してしまった。もしかしたらボートは今でも動かせるかもしれない。ボートの操縦、待って、なんか白くなってきたんだけど大丈夫？方法なんてよほど金持ちしか知らないかもしれない。え、あ、10時だから明るくなった的な、そんな感じかな。びっくりしたーなんだろう、食べてなかったからめまいで、目の前が真っ白にみたいなポケモン状態かと思いました。そういうわけでは情けですね。いいのかな、どんどん上に来ちゃったけど。可愛い動物がいるけど多分凶暴なんて。ワンちゃんワンちゃんヒット数多い。ワンちゃんのヒット数多い。やだー、殺傷しちゃった犬。いやー結構ね、まあ、虐殺ゲームですからね、こういうことに慣れて、ゲームの中だけでは慣れていかないとですね。はい、カエルを手にゲット。いや、ミルフィーユ王国で待ってますよ。うー、ミルフィーユ、なに鹿キツネかな野生の動物いすぎ。あっちも洞窟があるけど、でもランタンがないからな、いけないんだよな。食料はさ十分確保できたんだけど、このカエルとかヘビとかでさ、武器とか作れるのかな。どうしたらいいんだろうね。みんなが欲しいものを手に入れたいんだけどさどこにあるんだろう。タヌキの守ってるあっち側なんかあるのかな。やばい。あ、ヘビ発見。ヘビを手に入れた。じゃあまたなんかあるまでカットするか。カット。はい、なんだろう、抜けられそうなとこを発見しました。砂や岩が落ちている。何かの材料に使えそうだ。岩から水が湧き出ている。遠くには洞窟や崖が見えるとな。ほうほう、結構、あ、ダンジョン的なのが何個もあるんですね。なるほど。ここで、でもまださ、全然向こうのマップも調べられてないんだよね。待って、これ絶対戦わないといけないやつじゃない？後ろから勢いに行こうと思ったけど、ダメでした。体力がどんどん減っていきますね。ゼロになったらゲームオーバーなのかな？それともその1日が終わるだけなのかな？ああ、行き止まりだっためっちゃ早いのがなんかいいんだけど。ワンちゃんの可愛いお尻が見えたから、多分あれはワンちゃんですね。待ってやばい。今回は下を攻めていきたいと思います。下をね、攻めていくのでね、ソフトバンクのお父さんみたいなのが走ってますが、ストーリーして、あ、石がある。こういう、待って、ワンちゃんさ、これ大変なんだよすごい、人間が犬に勝てるとは。小石を手に入れました。これで先生にじゃあ道具とか作ってもらえるんだね。なるほどなるほど、こうやって集めていくんだね。じゃあまた何かあるまでカットと。待って、またさらに行けるとこ見つけたけどさ、あそこにめっちゃ大きい岩あるんだよね。でもさ、さすがにナコちゃんのさ体力じゃあんなの持っていけないよってなるかな。お父さん倒します。倒さなくていける。今です。いけためっちゃ大きいのがあるんだけど、大きな岩を手に入れた手に。じゃあこの下の方行ってみますか。お父さんと戦いたくない。だから今です。うどがが無理ですよね、私の鈍足の指さばきじゃ無理でした。はいということで、じゃあ下に降りていきましょう。またじゃあ別のフロアに出るのかな、これは。ほい、誰かが捨てたゴミが落ちている。何かの材料に使えそうだ。古い建物が見える。中には武器があるかもしれない。遠くには森やボートが見える。なるほど。まあまあ、ここら辺もね動物さんたちがね、自由奔放にね、動き、あ、待って、なんかミネラルウォーター的なのがあるんだけど。ほい、ペットボトルを手に入れた。いいねいいね。続々となんか集まってきてる感じはするよ。私なんか右に行ってんだけどいいのかなとりあえず右へ右へ進んでいきたいと。あ、待って、ビール瓶みたいなのがあるんだけど、どうやって行くんだ？下から回れる？上からかな？え？いや、ちょっとなんかこっから回れそうにないから、うん、後にしとこう。はい。待って、戦いたくない、戦いたくない、黒ピキーダメでした。あ、でも体力1日経ったら回復するよね。いいよね、あんま気にせずに戦っていいかな。はい。あ、下からならビール瓶のとこ行けそう。どこだっけ？あ、行ける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 。鹿が鹿なの？狐なの？空き瓶を手に入れたということで、さらに下に下に行きたいと思います。いやー、みんなのでも欲しがってるものは何一つ手に入ってないんだが大丈夫なのかな？ついてきてもらいたいんだが、なんか向こうありそうだけど、じゃあ今度は左に左に行きたいと思います。何かあるまでじゃあカット。あ、カットと思ったらなんか、あ、セーブできる。いやー、これあげだよ。はい、やったぜ。あ、じゃあセーブできたので、ここで今回終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。